こんにちは、たかぼんです。2020年の7月1日からレジ袋の有料化が始まって、エコバッグの購入を検討している方も多いんではないでしょうか。こちらの動画ではミニマリスト渋さん監修のブランドレスイーズから発売されている手ぶらエコバッグについてご紹介をさせていただきます。結論、ぶっちゃけ高いですけど、シンプルでコンパクトなエコバッグを欲しい人にはおすすめできるエコバッグだと思います。持ち物へのこだわりが強い方、ぜひご購入を検討ください。まず簡単に購入理由を話しておくと、僕は先日引っ越しをしまして、その引っ越しに向けてミニマリスト渋さんの動画で持ち物の減らし方を勉強してたんですけど、その動画の中でこちらの商品を知りました。ずっと気になってはいたんですけど、購入に踏み切った理由は2つあります。まず一つ目はレジ袋の有料化が始まったことですね。今まで無料でもらえていたものにお金を払いたくなかった。もうこれにつきます。二つ目にラインナップの追加ですね。手ぶらエコバッグっていうのはこれまで S サイズと M サイズの2種類の展開だったんですけど、6月に新たにこちらの L サイズが追加をされてます。そして色も従来はホワイトとブラックの2色だけだったんですけど、こちらのグレーが追加されています。僕のいつもの買い物の量的に M サイズだと少し小さいかなと思っていたところに L サイズが追加されて、新色も追加されてとなったので、思い切って新色のグレーの L サイズを購入したっていう感じです。前置きはこれくらいにして商品の紹介行ってみましょう。まずは開封していくところを動画にしました。 U パケットのポスト投函で届きました。納品書と商品が入っています。ご請求額3970円、高い。箱のデザインも洗練されていてシンプルですね。こちらが待望の手ぶらエコバッグになります。グレーの色合いもいい感じです。続いてサイズについてです。こちらの L サイズだと広げたサイズは 42×42cm です。正方形です。ニトリで買ったこちらの小さめのクッションとたまたま同じサイズだったので、買う前はこちらのクッションで大体のサイズを想定してから買いました。そこにはマチがあるので、見た目の印象よりも収納力がある感じです。内側には小さめのポケットもついています。耐荷重は 4kg まで大丈夫ということです。そして何と言っても畳んだ時のコンパクトさがいいですね。畳むのもすごく簡単で、内蔵されている磁石でしっかり止まってくれます。大きさで言うと 10cm×10cm の正方形で、厚みが2センチないぐらいですね。それでは実際に買い物で使ってみたところを紹介してみようと思います。近所のドラッグストアでいつも通り買い物してきたんですけど、ジャストサイズでした。中身を出していきましょう。マチがあるので収容力があるし、自立するっていうのもいいですね。中にはこれだけのものを入れて持って帰ってくることができました。耐久性については、これからしばらく使ってみて確かめたいと思うんですけど、一回使ってみた感じで言うとすごく丈夫そうな感じがします。はい、というわけで商品の紹介は以上になります。というわけでこの動画ではレスイズの手ぶらエコバッグをご紹介しました。デザインもすごくシンプルでコンパクトに畳めて、いいものだなぁと、個人的には買ってよかったなぁと思ってます。ただエコバッグに4000円っていうのはやっぱり正直高いなぁと思われる方も多いかなと思いますので、こちらの動画を参考にご検討いただければいいかなと思います。レスイズの公式サイトは概要欄の方に貼っておきます。こちらのチャンネルでは独身サラリーマンの僕が買ってよかったものだったり、おすすめのガジェット、ライフスタイルについてご紹介していこうと思いますので、こちらの動画が少しでも参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。